そんなわけで1年間が空いちゃったけど第16回ですやや。まったく、どんだけサボってるのよ。去年はいろいろ忙しかったですし。いつもそう言い訳してるわね。まあ詳細はツイッターを参照してほしいのですが、去年はウプ主が会社所属のクリエイターになったり住処を新しくしていたのでした。ウプ主的にはせっかくのアニバーサリーイヤーだったのにもったいなかったわね。そんなわけで動画投稿活動10周年ありがとうございました。遅れているといえば薄い本はどうなったのよ。薄い本第2弾に関してはいろんな事情があって遅れておりまする。また忙しかったとか言うんじゃないでしょうね。それもあるけどもっと他にも理由があるんですよ。ふーん、どんな理由よ。ウプ主が薄い本用のイラストを描いたら絵を描くこと自体が久しぶりすぎて出来がだいぶ下手くそになってて、いつものテイクオリティ動画ならまだしもお金を取るものならば出来は少しでもいい方がいいとの判断で出来た絵の大半を没にしたりクオリティアップリハビリをやってたりしたら遅れてしまいまして。そこそこリアルな理由だった。そんなわけで遅れてすいません。っていうか今更なんだけど、なんで今日は私が呼び出されたのよ。今回解説する恐竜があなたにぴったりなのですよ。ということで、今日の恐竜はこれ。ブロントサウルスとアパトサウルス。大体予想はしてたけどブロントと私との関連性は二次創作のネタだからね。そんなわけで今回は最近復活すると噂の恐竜を解説していこうと思います。確かブロントサウルスが復活するかもって言われてたのって2015年よね。地球の歴史で考えれば8年前も最近に当たるに違いない。ウプ主も老けたってことね。まあウプ主は12歳女子小学生だから4歳の頃なんですけどね。っていうかアパトサウルスの方も一緒にやるのね。まあ同じ恐竜だとされていただけあって恐竜している特徴もありますからね。そんなわけで一時は図鑑に映画に玩具に引っ張りだこだった人気恐竜のブロントサウルスでしたが、その後の研究でアパトサウルスと同じ恐竜だとされ、図鑑から名前が消えてしまったというのはもはや恐竜ファンにとっては常識かと思います。しかしかつてブロントサウルスだとされていた化石に、アパトサウルスとは違う特徴が見られ、その結果2015年に有効な名前として論文に掲載されたのでした。ブロントサウルスの発見命名、そして抹消の経緯は、それこそ例のニュースで賑わっていた2015年にも取り上げていて、復活の件についても速報的には触れていたのですが、恐竜自体の解説はやってなかったので、この機会にアパトについての解説もやろうと思っていたのでした。あと最初に言っておくけど今回の動画は意味不明な文言が飛び交うことになるかと思いますが、そういう方はニコニコ大百科のブロント号の記事を見るといいと思います。そういうことを言うとまた登録者減るわよ。想像を絶する悲しみが饅頭を襲った。それじゃあまずは基本情報から。ちなみに補完編ではすでに言っていますが、今回から本編でも生息地域を、産出地域に改めます。アパトサウルス。全長約21メートルから約23メートル。名前の意味は惑わすトカゲ。種名はアパトサウルスアジャクス、アパトサウルス類ザエ。分類、竜板類。竜脚系類。竜脚類。ディプロドクス上科。ディプロドクス科。アパトサウルス亜科。産出地域はアメリカ。生息時代はジュラ紀後期。約1億5200万年前から約1億5000万年前。ブロントサウルス。全長約19メートルから約22メートル。名前の意味は雷のトカゲ。種名はブロントサウルスエクセルスス、ブロントサウルスパルブス、ブロントサウルスヤーナーピン。分類、竜板類。竜脚系類。竜脚類。ディプロドクス上科。ディプロドクス科。アパトサウルス亜科。産出地域はアメリカ。生息時代はジュラ紀後期。約1億5630万年前から約1億4680万年前、アパトサウルスとブロントサウルスは、ジュラ紀後期の北米に生息していた、代表的な首の長い恐竜のグループ、竜脚類の恐竜だね。ブロントサウルスは以前はいろんな作品に出たり玩具のモチーフになったりしたので、少し年齢層の高い人にとっては名前自体に馴染みを感じるんじゃないかな。というかアパトサウルスもブラキオサウルスと並んで今でも竜脚類の代名詞的な恐竜だね。多分恐竜界で伝説になってる。キングコングとかにも出てたものね。そうだね。それ以前にあったロストワールドにも出てるし、なんなら世界最古級のアニメ映画である、恐竜ガーテにも登場するよ。へぇ、100年以上前からフィルムに登場していたのね。ってなんなのよこの愉快な世界観は。ユーモラスってもんですよ。まあそれほど主役に抜擢されるくらいには人気だったってことだね。そんなことでブロントサウルスやアパトサウルスが登場した作品は無数にあるので今回はそういう解説は省くことにして、最初はアパトとブロントの発掘研究史について話そうと思ったんだけど、今回はまずブロントサウルスの名前が消滅したことについても深い関係のある事件である、化石発掘戦争のおさらいをしていこうと思います。
解説したの8年前だから忘れてる人もいるかもだしね。この辺の心配りが人気の秘訣。時は19世紀後半、当時のアメリカの恐竜研究の最先端には、オスニエル・マーシュとエドワード・コープの2人の学者がおりまして、マーシュは一言で言うと書斎派。潤沢な資金力で化石を買い集め、多くの恐竜を研究したんだ。一方のコープは野外派で、1年のほとんどを化石発掘に費やし、多くの論文を執筆する天才肌でもあったよ。書斎派と野外派が両方備わり最強に見える。今でこそライバルとして有名な二人なんだけど、出会った当初は普通に良い友人関係を築いていたよ。しかし人としても科学者としてもお互いの個性が強すぎるあまり、二人の関係にはだんだん亀裂が入っていったよ。アイドルグループかな？そして二人の関係悪化が確定的に明らかになったのが、皆さんご存知エラスモサウルス事件でございます。ある日マーシュは、コープが復元した首の長い海生爬虫類、エラスモサウルスの復元図を見て、首と尻尾を逆にしてしまった誤りを指摘したよ。気の短かったコープにとってこの時点で破壊力抜群だったんだけど、時すでに時間切れ。このミスは瞬く間に広まっていろんな観光物に書かれてしまい、コープの怒りが有頂天になったのでした。これ立てたの絶対マーシュだろ。汚いな、さすがマーシュ汚い。でも論文上で実際に指摘したのはジョゼフライディらしいです。その後二人はお互いを名指しで批判したり、相手の研究は間違っていると主張したりして揚げ足を取り合ってたよ。ツイッターの日常かな？この二人には SNS を与えてはいけません。承認欲求モンスターよりもヤバいの生まれそう。そんなこんなで二人の争いは史上最大の化石発掘戦争に発展し、当然のごとく化石の略奪が行われたり、発掘地を荒らされないように掘り残しの化石を爆破したり、ついには銃撃戦にまでエスカレートしたわけなんだけど、この競争がその後の研究に与えた影響は凄まじく、結果的に北米の恐竜研究を一気に発展させたりもしたんだよね。トリケラトプスやアロサウルス、ステゴサウルスやカマラサウルスなどの有名な恐竜も二人によって発表されたんだ。戦争が結果的に文化技術を発展させるのはどこもかしこも同じなのね。と言っても戦争と同じということで当然負の一面もあってね。二人がはちゃめちゃに暴れ回ったせいで北米の古生物研究の評価がだいぶ下がったりしたし、相手を出し抜こうとして、新発見の報告を急ぐあまりずさんで慎重さの欠ける研究を発表したりもしたんだ。ちょっとシャレならんしょこれは。今回の主役であるブロントサウルスも、その渦中で誕生したわけだね。1877年、鉱山学校の教師だったアーサー・レイクスはコロラド州のガニソン郡で友人とハイキング中に、モリソン層という地層から恐竜の化石を発見したよ。レイクスはこの化石を、マーシュに手紙で報告したんだ。でも返事が遅かったからコープにも手紙を送っているよ。余談だけどレイクスはマーシュとコープ両方に協力的だったので二人からは割と反感買ってたよ。あまりにもひどすぎるでしょ？なかなか嫌なトロッコ問題ですわ。最終的に化石は両者に送られたんだ。マーシュが受け取ったものはいくつかの椎骨と、後頭部の部分骨格だったよ。同じ年にマーシュはこの化石を、アパトサウルス・アジャクスと発表したよ。師匠名はギリシャ神話の英雄の名前にちなんでいるようだね。アパトサウルスって名前の意味が惑わすトカゲって言うけど、別に誰も惑わされてなくない？ブロントと同じ恐竜だったからってわけでもなさそうだし。アパトの意味が惑わすあるいは迷わす、騙す、欺くというのは、アパトサウルスの化石が、他の古生物の化石と混同されててね。化石の同定に研究者を悩ませていたことに由来しているようだね。このままでは研究者の寿命がストレスで真っ赤なんだが、もうすでに皆さん亡くなってるんですけどね。そして運命の1879年、ウィリアム・リードがワイオミング州のコモブラフという発掘地で、比較的状態の良い竜脚類の化石を報告したんだ。この化石はマーシュの手に渡り、これを親族新種の恐竜と断定したよ。そしてマーシュはついにこの化石を、ブロントサウルス・エクセルシスと発表したんだ。師匠名は気高いとかそういう意味があるらしいです。来た、メイン恐竜来た、これでかつる。この時発見されたブロントサウルスは、首から尻尾にかけての椎骨の大部分、肩や腰まで揃った前後の四肢が確認されていて、当時知られていた竜脚類としては完全度の高い骨格だったよ。ちなみに1年後の1880年、リードによってコモブラフで別のブロントサウルスの頭骨の一部と四肢が発見されて、マーシュはこれを1881年に、ブロントサウルスアンプスと命名したんだけど、現在これはエクセルシスと同じ種だとされているね。そんなわけでマーシュはブロントサウルスを復元してみようとなったんだけど、この時は肝心の頭骨が発見されていなかったんだ。ブロントの首には何もなかったのね。一応残ってはいたけどそれは破片程度だったんだよね。そもそも竜脚類の頭骨は、軽量化の結果骨の一つ一つがかなり細く軽いので、化石化の過程でなくなりやすいんですよ。カマラサウルスとかは例外でよく残るんだけどもさ。そんなわけで首なし状態だったブロントサウルスだったんだけど、そんな中1883年にマーシャル・フェルチが、
コロラド州の採石場で竜脚類の部分頭骨を発見したよ。マーシュはこの部分頭骨をブロントサウルスのものと考え、これを元にブロントサウルスの頭骨を復元。というか謎の頭骨を作ったよ。そんなわけで1896年、マーシュは論文上でこの謎頭骨を添えたブロントサウルスの骨格図を発表し、今後100年以上に及ぶブロントサウルスのイメージ像が作り出されたよ。確かに古い絵画や映画に出てくるブロントサウルスってこんな見た目だものね。ちなみにこの謎頭骨の正体なんだけど、現在ではブラキオサウルスの一種のものだとされ、ブラキオサウルスの仲間の研究で活用されたりしてるね。ということで長きにわたって続いた化石発掘戦争はコープもマーシュもなくなったことで終結し、時代は激動の20世紀に突入するよ。世界史的に見ても激動なんだよな。20世紀に入って、早速ブロントサウルスには審判の日が訪れることになったよ。1903年、エルマー・リップズはブロントサウルスとアパトサウルスの間に、族を分かすほどの差が存在しないと主張したんだ。先に名前のついたアパトサウルスに優先権が譲られ、ここにアパトサウルスエクセルススが爆誕。ブロントサウルスはアパトサウルスとなったのでした。ブロントは深い悲しみに包まれた。見事な仕事だと感心はするがどこもおかしくはない。でも20世紀の初期でブロントがアパトサウルスだって分かってたなら、どうしてこの後に作られるいろんな作品にブロントが出てるのよ。君のような勘のいいガキはうんぬんかんぬん。リップズがブロントをアパトにまとめた時にはもう時すでに時間切れ。ブロントサウルスは親しまれまくって名前が一人歩きし、研究者の守備範囲の外の大衆文化には間違いであることが伝わらなかったんだ。おい、ブロント人気はそういう文化ならまだしもなぜか博物館の展示にまで影響しててね。コープの弟子筋でマーシュには否定的だった。ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンが勤めるアメリカ自然史博物館ですら、アパトサウルスの骨格にブロントサウルスのラベルを貼って展示してたよ。何そのダブスタクソ親父。オズボーンのログには何もなかったのかも。そんなわけでブロントサウルスは人気に押されて生き残り、20世紀の恐竜の代名詞となったのでした。人気のある恐竜が生き残ってるのは嬉しいけど学術的には間違いだからなんというか歯がゆいわね。まったくですよ。さて、ブロントサウルスがなぜか我が世の春を歩んでる中で、アパトサウルスにも新しい発見があってね。1909年、アール・ダグラスが後に恐竜国定公園のカーネギー石切場となる場所で、アパトサウルスと思われるほぼ完全な骨格と頭骨を発見したよ。1916年、この骨格はカーネギー博物館のウィリアム・ホランドによって、アパトサウルス類外と発表されたよ。主将名は化石発掘の資金提供を行ったかの有名な鉄鋼王、アンドリュー・カーネギーの妻、ルイーズにちなんでいるよ。多分鉄鋼界で伝説になってる。この時発見された頭骨は竜脚類のディプロドクスのものに似ていたんだけど、頭骨の幅や細かい特徴などはディプロドクスとは違うものだったんだ。こういったことからホランドはこれをディプロドクスのものだとは考えず、これこそがアパトサウルスの頭骨だと考えたよ。しかしながらこの考えは他の研究者、特にオズボーンからはそれがどうやってアパトだって証拠だよという感じでどっちかというと大反対だったよ。っていうか骨格と同じ場所から発見されたのに、なんでアパトサウルスのものだと考えられなかったのよ。この場所からはいろんな恐竜の化石が見つかるばかりではなく、頭骨は全身骨格が発見された後に出てきたからね。だから頭骨と全身骨格は標本番号が違うんですよ。なんてこったい。だから博物館でアパトサウルスの全身骨格が展示されても、それには頭骨がなかったり、頭骨が置かれることになっても、当時近い仲間だと考えられていたカマラサウルスのものが添えられたよ。そういうこともあってアパトサウルスの頭骨がアパトのものになるのは、1975年のジョン・マッキントッシュと、デビッド・バーマンによる論文まで待たないといけないんですよ。発見から70年近く経ってるんですがそれは、それとこのあたりで、一般的にもブロントサウルスはアパトサウルスと同じ恐竜だということが知られるようになった感じだと思うよ。図鑑とかもこの辺でそういった記述は増えていったんじゃないかな。ブロントは深い悲しみに包まれた。そんなわけでブロントサウルスは学術的にも文化的にもしばらく眠りについたというわけでございます。ちなみに1903年から2015年にかけて、ブロントサウルスは独立した族であるという考えが研究者から一切でなかったといえば、別にそんなことはなくてね。1998年にはロバート・バッカーがブロントの独立を主張していたし、グレゴリー・ポールの著書でもアパトサウルス・アジャクスとかとはだいぶ違うように描かれてたんだ。そうだったら人によっては2015年の論文はそんなに驚くことじゃなかったのかもしれないわね。ほう、経験が生きたな。そして2015年、エマニュエル・ツショップ、オクタビオ・マテウス、ロジャー・ベンソンらによって、蚊の論文が発表されたよ。論文の内容自体はディプロドクス科全体の紹介や系統関係の再研究だったんだけど、やはり一番注目されたのはブロントサウルスの復活だったようだね。この論文ではアパトサウルスの他にも新たにブロントサウルスなのではないかとされた恐竜もいてね。
結果的にブロントサウルスは3種もいることとなったのでした。ハクチュームみたいな発表ね、本当に。ということで長くなりそうな予感がしたので、今回はここまで。次回はアパトサウルスとブロントサウルスの分類や特徴の紹介、そして2種の異なる特徴などを話していこうと思います。ではご視聴ありがとうございました。あと明けましておめでとうございます。おっそ。